やあ。やあ。で、ちなみに、その私がその知ってしまったロックピックを売ってくれる人っていうのがペシックで、まあ一応僕もペシック怪しいと思って話はしたんですけど、ちょっと話せますか。話が聞き込みが足らないってことなんですかね。え、このスリをやんなきゃダメってことなのかな。ロックピック買うためにはもう一度スリを試してみたい。よし、人に見られないように製粉所の裏まで来るんだ。気をつけて。あ、スリの訓練はもう受けたよな。これ前やったな。時間をかけるほど効果。それだ。お前の存在にほとんど気づかなかった。実戦の準備が整ったな。酔っ払いや寝てる奴らで練習した方がいい。始める前に牢屋行きにならないよ。牢屋も何回も入ってる。ありがとうペシャク。礼には及ばん。だがその探検は返してもらうぞ。はあんたが錠前を開けられると聞いた。いいぞ。より高度な技術。最初に基礎を学ばなくていいのか。まあ。ではまたな。あんたの仕事だが俺はやらない。あんたと薬屋への支払いは終わった。もう貸し借りなしだ。恩知らずの子犬め。ああ、好きにしろ。何か困ったことがあっても俺を頼るんじゃないぞ。あばよ。うん、ご加護を。お、評判が上昇した。え、神のご加護を。お、盗んだものはどうすればいい。誰も盗品なんか買わないだろう。盗品の売買は犯罪だ。しかし値打ちのあるものならそれはきちんと、あ、適切に扱わなければ。お前から買うわけじゃなく、代わりに保管しといてやる。今まで手入れしてくれた分の金をお前に払う。じゃあ誰かが何かをなくしてたまたま俺が拾ったら、あんたのところに保管しに来れば金をもらえるんだな。うん、そういうことだ。盗品なんかあるっけ。馬に預けてんな。じゃあ気をつけて。なんかなかったっけ。良質な盗品はちょっと売っといた方がいいかしら。他にはないよな。試しに。誰かの落とし物がいくつかある。よし、何ができるか見てみよう。主が見守ってくださいま。あー、これで購入できるんだ。なるほどな。あれ？
ああ、これか。買ってくれる？買ってくれるか。金持ってんな、ペーシック。マジか。あ、そう。あ、ちょっと後でじゃあ薬売りに来るか。ちょっと今売るだけにして、後でじゃあ6ピックと、この辺の本とかも、マリーを持ってくるよ、ちょっと。いや、まあちょっと不本意ですが、まあ、しちまったものはもうちょっとどうしようもないんで。いいよ。あれ？取引した？今。したか。あ、なんか一個覚えれるか？イラクサとタンポポがあればいい。とにかくイラクサとタンポポを消費したいので、そのためのマリーゴールドなんですけど、で、売るときにそこそこ単価が高いもの。となると、あ、まずこれ作れるか？これあれだけ作るか。やっぱ野生のベラドンナはないんですかね。どうなんですかね。まあ、マリーもいいんですが、先にね、タンポポと、マリー。これですね、活力のポーション。これをまずビシッと作りたいと思います。まあちょっと本当はですよ、本音を言うとですよ、だから僕の中でもこう、そのネタバレコメントってことに対しては一応ギリギリまで、まあその、まあ我慢っていうか、まあ仕方ないよなって。俺もその全然やっぱゲームがそんなにもう 探索もグダグダだし、まあ言われてもしょうがないよなってところで、そのちょっとこう我慢して、まあ、まあそのよしとしちゃう時ももちろんあるんですよ。例えばですけど、まさにここがそうなんですけど、僕ここ自力で見つけてないんですよ。いただいたコメントで知ったんですよ、ここ、この場所。でもね、まあこの動画頭からね、ずっと見てくださってる方はご存知かと思いますけど、僕この辺り死ぬほど探索してるんですよ。まあ、だいぶカットもしてますけど、でも、割とここ探索したぞっていう編集はしたと思うんですけど、この周辺をね、ちょっと別の、あれでね、まあ、金ですけど、この辺りぐるっぐるぐるっぐる何回も、うろついてるはずなんですよ。そのうろついてたとこでも、見つけてなかったんで、僕。おそらく、この先、なんかよっぽど奇跡が起こらない限りは、ここの存在知らぬまま進行していたと思うんですよ。でもね、それはそれで、今みたいにこのなんか錬金術を、に明け暮れる作業を、ここではなく別のところでやることになったと思うんですよ。僕、自力で見つけたのは多分、あそこの、おばあちゃんとこのね、町からちょっと離れた外れにある錬金所があるんですけど、あそこは自力では見つけたんですが、うわ、ここ一箇所しかないのかよみたいなことで、物語は、僕の物語は進んでいたかもしれないです。そのね、コメントをいただいてなかったらですよ。でも、それはそれで別に、僕のこのキングダムカムデリバランスの世界でのこの冒険が、どっちが良かったって言われたら、僕は多分その、自分で全て見つけた、そのおばあちゃんのとこしか、錬金所が、この世界にはないって思い込んでしまった世界の方が、より純度の高い僕の冒険であっただろうとは思うんですよ。うん。
でもね、結果ね、結果、今、こうやってここでも、どこでも、うん、まあ、今のところまで2箇所しか見つけてないですけど、まあ、錬金作業自体は別に、もう1箇所、あそこもありますけどね、修道院か。うん。だから次第にこう、あるんだって見つけていく中で、ここの存在を知らなかったとて、まあ、成立しただろうし、うん。まあ、その、錬金の楽しさ自体は別にどこでやると変わらないことなので、うん。別に、どっちがどっちってことじゃないんですけど、まあ、しちまったことも変えようがないので、だからそこでなんかまた、僕がちょっとね、憤慨してですね、なんかこういろいろ物議を醸すんじゃなくて、別に、うん、まあちょっと僕がちょっと我慢すればいいやと思って、その時は流したってことも、まああるってことを言いたかったんですけど、うん。もう、ただ、やっぱりこう、どっか引っかかるわけですよ、やっぱりね。プレイしてて。なんか一瞬こう純粋に楽しめてないなって思う瞬間がやっぱりあったりして。これやっぱまたどっかのタイミングで言わなきゃダメだろうなっていうふうには思っていて。まあいろんな動画でね、この動画に限らず、ちょいちょい言ってはいるんですけど、まあ言ったからとてっていう話でもあるしね。で、あんまりいつまでもぐだぐだ言っててもね、なんやこのおっさんやがましいなとは。思われるだけだっていうのもわかるし。まあ、なんだけどね、やっぱりこう、自分の気持ちに嘘ついてやりたくねえなっていうのはやっぱありますしてですね。はい。いや、どうしよう、これ。このくだりカットしようかな。全然カットできるけど、まぁ、ちょっとわかんないです。編集してみてだな。まぁ、ちょっとね、ほんと毎日、こう、ライフワーク的にちょっとやってるので、まぁ、あんまりそういう、ほんとに嘘ついて、些細でもね、気持ちに嘘ついてやりたくないっていうのが、でも本音ではあります。はい。終了。で、まだ多分マリーが残ってるはずなので、作ります。さあ、もうちょっとね。意外とちょっと今時間かかった。実は今日ちょっとこれからね歯医者行かなきゃいけなくって、そろそろ準備してんだけど終わんねえな。いやでもちょっと限界だな。またじゃあちょっと続きはあれですね、ちょっと帰ってきてからやれればやりたいと思いますが、ちょっとあと何本だったの。活力568、あれ、あー まだまだでしたね。はい。はい。じゃあちょっと、一旦ここで区切ります。お疲れ様でした。はい。戻ってまいりました。藤丸でございます。ちょっと、で引き続きちょっとね、マリーゴールドをちょっと、はい。じゃあ、やります。いやー、しかしこのキングダムカムデリバランスってどうなんですかね。あんまりちょっと僕ね、あんまり他の方の実況動画ってなんかきっかけでちょっとお知り合いになったりとか、あるいはまあよっぽどちょっと興味があるゲームなんだけど、どんなゲームかちょっとだけ見てみたいとかね、そういうことでもない限りはちょっといろいろ実況動画探したりってことはね、自分でやるのは好きなんですけど、なかなかあんまりね、探したりはしない方なんですけども、このゲームって実況されてる方ってまあ何と比較してなのかわかんないけど、でも なんかなんとなく雰囲気的にちょっとあまりは多くはないのかなみたいな気はしているんですけど、これどうなんだろうな、もうちょっと話題になってよかったゲームじゃねえかなってすごく僕は今自分で今やってて思うんですけど、どうなんだろうな。そんなにこれに類するゲームってなくないかっ
って気がする。僕もそんなに幅広くねゲームやってないし、特にね新しいものとかはそこまで追従できてないから何とも言えないところではあるんですけども、ただ僕のねちょっとこの薄っぺらいこのゲーム人生の中においてはちょっと割とねえなっていうのもやっぱりこうなんちゅうんだろうな、まあゲームなんだけどどっちかっつったらねシミュレーター方向に振ってる感じ。あーレースゲームで言ったらちょっと分かりづらい例えかもしれないですけど、何でしたっけ、いつも名前忘れちゃう、グランツーリスモグランツーリスモとなんかリッチレーサーの違いみたいな例え合ってんのかこれリッチレーサーって全然そのまあまあちゃんとしたゲームだとは思うんですけど、だどっちか言ったら本当に実際の車の挙動を無視してでも爽快感を優先してるっていうか、だからその ゲーム要素を強めた車のまあレースゲームというかだと思うのに対して、そのまあグランツーリスモとかはどっちかって言ったらそのどんだけこのコンピューターの中でその実際の車のね挙動とかそういうのを再現できるのかっていうと、それってこうゲームというよりかシミュレーションの世界だと思うんですけど、だから現実に忠実であることをどっちかっていうと強めにか、まあ、完全にゲーム性無視してるとは言わないですけど、はい、どっちかって言ったらねその2作品を見比べた場合、で実際にあるねあの車種を使っているのも、ああ終わった、リッチレーサーとかはね実際にある車種とか多分使ってないと思うんですけどね、そういう意味であれかなって気はするんですけど、ちょっと待ってくださいね。俺ってさ、あれ俺この辺って作ったんだっけ全部。なんかイノシシのイソップって作った俺記憶にないな。塗り薬まあいっか、それはそれでちょっと後だ。はい、とりあえず売りましょう。またどえらい重たくなってるんだよ。いやだからそのねこのゲームって本当にこう実際にね史実の人たちも出てくるし、歴史上の人物っていうかね、シギスムントとか、まあ、王様もそうですけどね。だから本当にこの中世ヨーロッパの世界観っていうかね、これを忠実に、どっちかっていうとだからシミュレーションに近いと思うんですよこのゲーム。で今までここまでその辺をこう再現しようとしてる気がめっちゃ見えるゲームってあったかなっていう、まあ僕が知らないだけでいやこんなのあるよっていうのもあると思うんですけどね、僕がちょっとねやった限りではここまでのはまあなかなかないなっていう、神のご加護。もっとねちょっとこれやってほしい、知ってほしい、そういう意味でまあ僕もねゲーム実況っていうものを やりながらね、そういうこういうゲームあるよっていうのをこうねこう知っていただく機会をもっとね作れればいいんでしょうけど、あれ？ん？あれ？あれ？ん？あべ、コントローラーおかしい。あれ？
神のご加護。ああ、なんだろう。今ね、この切り替えが全くできませんでした。ちょいちょいそういうなんか謎の挙動あるよな、このゲーム。あ、まだイラクサ299万のが。マジっすか。あ、ちょっと待って、じゃあ購入をまた。あ、どうしよう。ベラドンナはもうちょ、毎回買うことにしよう。なんだっけな、俺、そういえば、あれ作ったんだわ。一覧表。あ、やっぱそうだ、俺、あれ塗り薬って作っ、塗り薬と銀融詩人のポーションって俺まだ作れてないよね、きっとね。だから、ちょっと倍化がわかんないんだよね。で、不幸のポーションとか、すごい倍化が高いんだけど、作るのに、ヨモギジベラドンナに、ベニテングだけ1っていうね、ちょっと、ベラドンナが2個いるっていう時点でちょっとね。で、それに対して今、あれですね、ラザロの蘇生薬っていうのが、バレリアンとコンフリーっていう、まあ、比較的、まだ拾えるかなっていう、このバレリアンと、コンフリーも入ってるところはそんなには広く生息してないですけど、生息生えてないんですけど、まあ生えてないわけではない。まあたまに見かける、ものなんですけど、これだけで、まあほぼほぼ不幸のポーションに匹敵する 29.6 グロッシェンで、はい。この2種類だけなんで、まあどっちもね、そんなにたくさん生えてるもんではないんですけどね。はい。あと、まあ活力のポーションを今回作りました。マリーゴールド1にタンポポ2っていうね、非常にその辺に生えてるもの。これで 23.9 グロッシェンなんで、コスパ非常にいいんですよね。はい。で、マリーゴールドはね、ちょっと安いんですよ。それに比べたら 11.9 ってことで。ただ、これもイラクサとマリーゴールドだけなんで、必要なのが。うん。で、何よりこれ非常に、まあ、自分でも使うしね。まあでもラザラの方も使えるとは思うので、まだ使ったことないですけど。うん。まあ、ただ気軽にね、生成できるって意味では。やっぱり、マリーゴールドが非常にいいもんなんですけどね。はぁ、あ。